今回のネクスターズはバレエ界期待の3人組、上里空人くんと黒川優吾くん、そして今井はじめくんが登場。沖縄男子バレエ界を引っ張る3人に迫ります。マサマジックのチャレンジマジックは新都心公園で衝撃サプライズ。今回も張り切っていきましょう。新時代情熱応援番組ネクスターズ。はい、ということで始まりましたネクスターズです。イエイイエイ。この番組は新時代への新たなネクストスター、ネクスターを探していこうという番組です。今回新たなネクストスターネクスターがいるとの情報を聞きつけ、パッションさんがやってきたのは那覇市にある南條幸子バレエ研究所くもじ教室。この場所にネクスターがいるということで早速向かってみると、華麗なターンとダイナミックなジャンプを見せる彼らが今回のネクスター。バレエ界期待の3人組、高校1年生の上里空人くんと中学3年生の黒川優吾くんに今井はじめくん。現在南條幸子バレエ研究所で技術を磨く3人は、小さい頃から共にバレエを習い一生懸命練習を重ね、さまざまな大会で好成績を収める県内トップクラスの選手へと成長しました。そんなバレエ界のネクスター、空人くんと優吾くん、そしてはじめくんの凄さに迫ります。3人はいつからの付き合いなの？僕とはじめは幼稚園が一緒だから。あ、そうなんだ。バレー始める前から知ってたんですけど、優吾、は僕が3年生の時、だから8年前ぐらい。あ、でもそれでも結構なお付き合いなんだね。はい、あ、なるほど。へえ、結構じゃあ付き合い長くて、でバレエはどっちが先に やられるの？みんな同じぐらい。僕が最初で、ちょっと遅れてはじめが来て、で2年ぐらいかな。2年ぐらいで優吾が入ってきました。ほー、じゃあ空人くんはいつから始めたの？何歳？幼稚園の一番上の時。あ、もう早いね。幼稚園。これやっぱきっかけはなんかご家族の影響とか？いや、僕の場合は友達、が南條幸子バレエ研究所に所属してて、そこの発表会を見に行った時に、この研究所の先輩 の男性のダンサーの方がいて、で、あ、本当にかっこいいと思ってそれに憧れてバレエ始めました。幼稚園の時ね。はい、おお、すげーな。え、じゃあご家族でバレエやってた人がいたわけでもない？じゃないんですよ。あ、そうなの。はい、でそれに惹かれてはじめくんもってこと、誘われてってこと？僕はお姉ちゃんがやってて。あ、やってたんだ。はい。あー、なるほどね。体験のレッスンとか来て、で、まあ空人もいたし。あ、じゃあせっかくだしみたいな。あー、なるほどね。優吾くんは なぜ？お姉ちゃんの影響。あ、お姉ちゃんか。でも普通そうだよね、ご家族だけど。なんか面白いね。そうそう。へー、信じてきたんだ、稲妻した。はい。わー、かっこいいな、かっこいいな。そう。空人くん、優吾くん、はじめくんの3人は家族や友達の影響もありバレエに興味を持ち、南條幸子バレエ研究所に入ってバレエを習い始めました。南條幸子バレエ研究所に入ってからも一生懸命練習を行ってきた3人は、互いに切磋琢磨を繰り返し、県内外の大会でさまざまな賞を受賞するバレエダンサーに成長しました。小さい頃から共にバレエを習ってきた3人ですが、それぞれ得意な技や表現の仕方が違うといいます。そこで3人にそれぞれが得意とする技や表現を見せてもらうことに。はじめくんは何が得意なの？ジャンプしての着地、ピタッてところが落ちちゃうすげー、思った以上にやっぱ飛ぶね。いや、すげえわ、やっぱ。あ、すごいね。優吾くんは何を見せてくれるんだっけ？回転ですね。回転。優吾、は回転が得意なものなんですね。じゃあこの回転のところ見てくれる？見てればいいのかな。はい、よし、じゃあ回転。おおおお、回ってる回ってる。おー、
胸チョップすごいもう本当に多分いろんな人に聞かれてると思うけど目回らないのやっぱ。いや、まあ回らないです。あ、そう、好き。続いてはサラト君の得意な技を見させていただきます。よろしくお願いします。出演したって感じを出しながら踊っていきたい、踊ってみたいと思います。おー、じゃあよろしくお願いします。あのね、振られてたわ。振られてたわ。めっちゃ振られてた。うん、もう振られてた。うん、振られてる感情が溢れたジャンプだったよ。よかった。うん。着地の技術やターン、そして表現力とバレエダンサーに必要なスキルをそれぞれ自分の技や個性として磨き上げてきた3人。タイプや性格も違うということですが、3人とも、とても仲がいいと言います。これからも、3人で切磋琢磨しながら、さらなる高みを目指して、頑張ってもらいたいですね。さあ、この後は、マサマジックのチャレンジマジックに、まだまだネクスターの凄さに迫ります。世界から注目されるマジシャン、マサマジックが、県内各所に出向き、学生に向けてランダムなアイテムで即興マジックを披露する挑戦企画、マサマジックのチャレンジマジック。前回に引き続き那覇市の新都心公園からサプライズをお届け。今ちょっとマジックやって歩いてるんですけど、もしよかったら見てもらえませんか。いいですか、マジックやって。1枚好きなの取ってください。何でもいいです、何でもいいです。スペードに調べてください。普通のトランプですか。ちょっと面白い現象をお見せしますね。はい、僕の携帯、これちょっと間にこの真ん中の方に切れ込み入ってるのかな、ケースに。でこのカード持って、携帯持って、上からヒュッて下ろしていくと、これジューってこれ貫通してるように見えるでしょ。貫通してるように見えるでしょ。お名前聞いていいですか。アミカです。アミカさん、これ下持ってください。ピュッてするの。OK。で、これ抜けるでしょ。でもこれ、携帯じゃないんだよ。これもう一回上からピュッてやってみて。それも通らない。え、これカード持ってきて、これ上からヒューって下ろしていくと貫通してるように見えない。不思議でしょ。携帯にトランプ貫通してるように見えるけど、これ下持ってそのまま抜いてください。ゆっくり、素晴らしい。でこれもう一回叩くけど、これちょっと硬くない。上からもう一回通してみてください。もう通らない、これ通らない。え、不思議でしょ。これなんでかって言ったら、これもともと携帯じゃなくて、実はこれ金属のただのブロックなんです。うわ、インポッシブル、アンポッシブル、イッツアメージング、サプライズ大成功。次回もあなたを驚かすこと間違いなし。それではまた次回お会いしましょう。 See you next week。新時代情熱応援番組ネクスターズ、今回のネクスターはバレエ界期待の3人組、上里空人くんと黒川優吾くん、そして今井はじめくん。小さい頃から南條幸子バレエ研究所で技術を磨く3人は、互いに切磋琢磨して県内トップクラスのバレエダンサーへと成長し、県内外でさまざまな賞を受賞してきました。そんな空人くん、優吾くん、はじめくんについて、南條幸子バレエ研究所の代表を務める南條幸子先生に話を聞いてみると。幸子先生、このバレエ研究所は、活動してどのぐらいになるんですか。母の代からですと、84年です。84年、すげえ。そうなんですね。はい、ちなみに今回ね、あのネクスターとして取材させていただく空人くん、優吾くん、はじめくんなんですけども、一人の生徒としてどういったなんか生徒なんですかね、性格とかどういった感じなんですか。それぞれ空人くんは幅広い表現ができまして、うん、芸術性
それから音楽性にも優れております。ちなみにユウゴ君はどういったところがストロングポイントなんですか？ユウゴ君は、身体能力があって、うん、そしてとても努力家です。はい、で、力強い踊りが得意ですね。なるほどね。じゃあはじめくんはどういった感じなんですか？はじめくんは、とても爽やかで、難しいステップも軽やかに、こなせまして、でそのジャンプした後の着地が、重力を感じさせない爽やかな踊りを見せてくれます。なるほどね。どうですかね、まあ、これからね3人まだまだいろいろ可能性を秘めた存在だと思うんですけども、どういうダンサー、またどういった大人になってほしいってお考えですか？なりたい自分というそのビジョンを持ち続けて、将来なりたい自分になってほしいです。小さい頃から3人の成長を見続けてきた幸子先生、これからもバレエで得た経験を生かして素敵な大人になってもらいたいと言います。お互いを認め合いながら技術を高め合ってきた3人、これからの活躍にも期待したいですね。我々も応援しています。バレエ界のネクスター、空翔くん、優吾くん、はじめくんの話を聞いてバレエ魂に火がついたファッションさん、そこで男性用のバレエシューズをお借りし、ネクスター3人と一緒にバレエを踊ってみることに。素人のファッションさんにもしっかりバレエの動きをレクチャーして早速本番。果たしてうまくいくのか。4人で感動的なストーリーを表現したいと思います。それではよろしくお願いします。ありがとう、みんな君たちのおかげで最高のステージができたよ。ファッションバレエ団最高でした。ありがとうございます。不格好ながらもなんとか踊り切ったファッションさん、さすがです。ネクスターの空翔くん、優吾くん、はじめくん、そして南條幸子バレエ研究所の皆さん、取材へのご協力ありがとうございました。バレエ界のネクスター、上里空翔くんに黒川優吾くん、そして今井はじめくん、これからもバレエの技術に磨きをかけ大きな目標に向かって頑張れ。はい、それでは目標を聞かせてください。世界へ羽ばたく。おお、空翔くん、優吾くん、はじめくん、そして南條幸子バレエ研究所の皆さん、これからも目標に向かって頑張ってください。せーの、 We are NEXTERS。
じゃあ3人ウォーミングアップも兼ねてさ、こちらのカメラに向かって、じゃあ揃ってみたら自己紹介と、じゃあ年齢、学年でもいい、学年と好きな食べ物3つ、はい、じゃあ揃ってみたら、じゃあこちらのカメラに向かってご紹介お願いします。はい、上里空太です。高校1年生です。好きな食べ物は、紅生姜と生ハムメロンです。すげえチョイスだな。だ最近紅と紅生姜と生ハムメロンです。生ハムメロン、生ハムメロン、もう生ハムメロンの中からちょっとおお、そっち行くって感じ。あ、そうなんだ。はい、なんで紅生姜なの。いや、なんか最近なんか弁当とか あのご飯の上とかに乗ってて、あ、すごい美味しいとか思って、そう、おばあちゃんがつけてくれたりしたんですよ。作ってくれて、そう、そう、新生姜から、面白い。あ、いいね、そういうの、こういうの、こういうので。ありがとうございます。次は、はい、じゃあゆうご君、自己紹介お願いします。黒川優吾です。中学3年生です。好きな食べ物はキュウリの浅漬けです。これまたなんかちょっとどっちかとメインじゃない方だね。そう、なんで浅漬け好きなの。もう昔からキュウリだけはずっと。そう、全然かっぱだったのかな。いや好きな色緑とかじゃない。あ、はい。あ、はい、じゃあ、じゃあはじめくんも行こう。じゃあ自己紹介お願いします。今のはじめです。いや、なんでなんで寝起き寝起きじゃないでしょ、ガッツ練習したでしょ。お願いします。今井はじめです。中学3年生です。好きな食べ物は干し芋です。干し芋なんこの子たち。中身おっさんだね。干し芋好きなの。はい。あ、そう、よく食べる干し芋。はい、よくお母さんが作ってくれて。あ、そう、まあね、炭水化物としてはすごい最高のものなんだけどね。面白いね。面白い理由だしね。すごい。そうね、バレーの方もイメージできないような。すごい、全然ね。生ハムメロンなのか。私初めて聞いた。すごい。バレーって男性と女性の拍手って違うの。違うんだ。あ、そうなんだ。あ、これ。で、これが女性よ。はい。こっちが男性。あ、全然違うね。柔らかいじゃないですか。硬いです。え、何すげえ、なんか男性用のやつ、なんかちょっとなんかね、なんか変な感じだね。これ通常のやつ。はい。あ、でもみんな履いてるのこれだね。はい、あ、こっちか。はい、なんか女性用のやつすげえなんかしっかりしてて可愛いけど、なんか男性用はなんかさっぱりな感じだね。あ、これか。あ、これ全然違うね。なんで男性履いてない。男性だって立つんじゃないの。つま先で立つのは基本的には女性だけで。女性だけなんだ。男性じゃ立たないの。指で、はい、なんかこの。あ、指。背伸びこっちで。ああ、なるほどね。あ、そうなんだ。なんでそれ。なんでどういうルールがあるの。昔の偉い人が決めたのかな。あ、まあ多分そんな感じ。適当。お前分かってないだろお前。